今日は公的資格解説の日やね。今日もニッチな資格をご紹介しよう。今日の資格は実用イタリア語検定です。この資格は毎年4000人程度しか受験者がいない超ニッチな資格で、語学系の資格では一番人気がない資格やと思う。でもあえて塩熊先生が紹介するんですから、良い資格なんですよね。そうなんよ、私は意外と価値が高いんじゃないかと思ってんのよ。というのも、これからの時代、日本人の女性は結婚できない可能性が高くなっていくと思うよね。ちょっとどういうことですか？私への挑戦状ですか？いやいや違うよ、男側の問題よ。日本はすでに世界的に見ると報酬が少ない国だし、結婚を望まない男性が増えているんよ。より厳しい言い方をするなら、所得が低すぎて結婚なんて考えられない男性が多いんよ。それは確かにそうですね。結婚願望がない男性が多いってニュースで何度も見ました。それにもかかわらず、人口的には女性の方が200万人くらい多いんだから、結婚が難しくなる人も出てくるよね。なるほど。だからこそイタリア語を学んでアドバンテージを取れということですね。その通りだ。イタリアは女性がいればほぼ全員口説というくらい女性を大事にする国だから、イタリア語を話せるようになってイタリアで働ければかなりモテるよ、きっと。そういえば日本人女性は海外で大人気らしいですね。理由はどうあれ。みたいやね。知らんけど。それにイタリア語検定ってシンプルに受けやすいと思うよね。どんな資格なんですか？英検と似た感じですよね。よく似とるね。5級から準2級までは毎年2回実施されてて、面接はなし。2級と1級は難易度が高いから1年に1回の試験で、面接もある。2級のレベルを見てみたんですけど、4年制大学のイタリア語専門課程卒業程度の学力となっていますね。イタリア語を学べるのは通常は大学からやからね。英語がある程度できる人なら単語の綴りも近いから覚えやすいと思うよ。それによく考えて、絶対にイケメン多いってそれだけは間違いないよ。確かにイタリアはイケメンばっかりだからな、狙い目かもしれないですね。彼らが浮気をしないとは保証しないけどね。むしろするだろうけどね。ダメじゃん。はい、解散。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回の動画も近日中に配信いたします。それでは次回またお会いしましょう。